じゃあひな祭り、桃の節句、どうしてひな祭りをするの？ Why do we celebrate this girls' festival day?、ひな人形を見ていると思わず笑みがこぼれますよね。ひな祭りはひな人形を飾って女の子の健やかな成長と幸せを願う行事です。ひな人形を庶民が飾れるようになったのは江戸時代で、娘のためにひな人形を飾ってお祭りすることがみんなの憧れとなり、ひな祭りと呼ばれるようになったと言われています。ひな祭りというと女の子だけの行事に思いますが、もともとは上司の節句、桃の節句といい、年齢や性別を問わず幸せを願う邪気払いの行事でしたということですか。皆さん知ってましたか。女の子の場合にはもちろん主役で お祝いしますが、男の子しかいない場合でも桃の節句としてお祝いして文化を伝えていきましょうという。男の子は5月5日なのかと思ってたけど、子供の日だと思ってたけど、男の子も桃の節句。I thought this was a girls' festival, but according to this book,、originally it was for both for boys and girls. So even you only have a boy in the house, you can still celebrate this day.、どうして桃の節句と呼ばれているの？昔から桃の木は聖なる木とされているので、この時期に咲く桃の花を行事に用いるようになったからです。ちなみに桃に邪気払いの力があることから、桃太郎が邪気の象徴である鬼を退治する話ができましたということで、そういうことですよ。There's a children's story called 桃太郎。桃太郎gets rid of the evil oni, but this、story happened because Momo, the peach tree, has the power to get rid of all the bad spirits. I didn't know that. もうこれもね、私が知らなかった話です。Momo が邪気払い、Momo の木が邪気払いできるというのは初めて知りました。で、これは、起源は古代中国で起こった。やっぱり中国から来てるんですね。はい。で、どうしてひな人形を飾るの？今のひな人形は飾るのが一般的ですが、流しびなという習わしが残る地域があるように、はじめは水に流していました。ひな祭りのルーツの、上司の節句では、紙や草で人の形をかたどった人型に自分の汚れを移して川に流していました。また、古来より木や布で作った人形を、子供の魔除けにする習わしがあり、女の子の遊び道具としても発達しました。ひな人形のひなは小さくて可愛らしいものという意味で、平安時代の貴族の間で盛んだったひな、ひなの子語ですね、これは。ヒーナの遊びというおままごとから来ています。やがてこれらが結びつき、汚れを移した人形を川に流す流しびなとなり、人形作りの技術が発達すると、川に流さず家に飾り、娘の健やかな成長と幸せを祈るようになりました。So at first, it was just like a paper doll.Or maybe people made the dolls with some tree material, so it was okay for people to just put it on the river. But nowadays it's expensive, right? So they put decorate those dolls in the house. で、もしね、海外の方で知らない方がいるとあれなんで、the Hina dolls look like this andRich houses have bigger set. I only have like one glass. It's a very cute Hina doll set for me. I still have that in Japan. Every year my mother put it out, but my mother, I don't think
she can do it this year. だけど、これがね、あの、おひな様の、Japanese traditional ひな doll set. 私はね、あの、こんな大きなのじゃなくて、ガラスのケースに入った、でもすごいかわいい、小ぶりのね、おひな様で、今も、まあ、数年前まで母をね、ちゃんとおひな様の日には出してくれていました。はい。そうですね。そのうち、まあでも、こちらに持ってきても、私もそのうち、年取って死んじゃうから、どうなのかわかんないけど、持ってくるべきなのか。うん。はい。で、ここにね、あの、ひな人形の、うつらばりっていうふうにここに絵がありますけど、最初はこのように本当にこのね、これだ。え、待って、これ。あ、違う。これ。最初はこのように紙で作って、そこに邪気を移して川に流していたんですね。で、その次はもうちょっと人の形になって、その後で、まあ、買うと高いひなのお人形に変わったってことですね。もうすぐ終わるね。もうすぐ終わるね。まあ、ここにちょっとね、あの、一つずつのお人形の名前が書いてるんだけど、ちょっと省略して、ゆうちゃんありがとうね。はい。おひな様にはいろいろな飾り物をするってことで。で、ひな祭りの食べ物。ひし餅。ひし形のお餅を重ねたもので、よもぎを入れた緑の餅。緑のお餅は厄除けだそうです。で、ひなの実を入れた、あ、じゃあ、ひしの実を入れた白い餅。これは正常という意味だそうです。あの、正常ってその、清めるね。で、口なしを入れた赤い餅。これは厄病除けの3色で健やかに育ってほしいという願いが込められています。So, it's like a mochi thing, pink, white, green, and it's all like get rid of bad spirit stuff in it. like natural stuff. で、ひなあられ。関西風は餅を砕いて揚げたあられですが、関東風は米粒を炙ったものが原型です。で、白酒、もち米、みりん、米麹、焼酎などで作った濁りのあるお酒です。本来は桃が、何これ、桃、とせに通じるため、いろんな難しい感じがある。桃の花びらを浮かべた、糖果酒を飲んでいましたが、江戸時代に白酒ができて定着しました。それから、ハマグリの牛を汁というのも飲むそうです。で、それから、チラシ寿司。チラシ寿司。I think some American people know. チラシ is like, you know, sushi stuff is on the rice. You know, マグロ、トロ、イカ、ブラブラ、on the rice. And people just eat that. Not sushi shape, but it's on the fish.On the rice. まあ、チラシ寿司ね。こう、アメリカの方々も、これ、チラシ寿司。はい、はい。まあ、そんな感じでした。まあ、そんな感じで、その、ひな様のね、お人形の種類に関してはちょっとね、時間がかかっちゃうんで、今日は省略させていただきたいと思います。はい、そんなわけで、今日のひな祭りのお話をしました。